岩崎宏美さん、シンデレラ半年分4倍速お届けしましょう。いや、練習の成果、コロクさんどうですか？いや、全然、もうね、横で見てて、はいはい、半分しか見えなかったけど、はい、いや、でもね、早い。いや、もう、あのコロクさんが何倍速でもいけれるように、最大8倍速までは、なんとかやれるようには。だってね、これ、はい、合わせても、これのところとか、はい、あと最後のツタツタツタと、あそこもね、あれなかなか覚えられないから。ないですか。イエーイ！ありがとうございます！イエーイ！マジですけど、ありがとうございます。いやいや、これ嬉しいな。いや、よかったね、熊本ね。来年はじゃあ野口五郎さんの早送りなのできますか？いや、もう全部いけるでしょ。もういけるよ。それだけもうやっぱ熊本もコロッケさんと一緒にまあやりたいっていうことだったんで。いやいや、これ嬉しいわ。ちょっとじゃあ来年は別の早送りでね。別の早送りでしょう、ね、お願いしたいと思いますが、ね、BTS でもいいじゃないですかね。ああ、BTS ね、ダイナマイトとかね。あ、BTS、今日 BTS はご在宅でございますかね。あ、僕はあ BTS の誰かですいやあ、誰って言うと怒られるでしょあ、だからあ BTS の誰かですよ。いやいや、誰ですか。いや、サムゲタン。サムゲタンです。もう知ってる、知ってる。いや、ダイナマイトですよ。サムゲタン。サムゲタンじゃないですから。これあの韓国の方が多いところでやりましたシーンとしました。よかったですね、ホームで。ホームでよかったと思います。よかった、熊本だから。ありがとうございます。じゃあ BTS って言わないですからね、皆さんはね。あ、そうですよね。 BTH、 BTH どうですか、あの、分かる方、分かってあもらえれば、あ PTH。 皆さん体調分 PT 大丈夫ですか。 PTH ですか。あ、ためですいや、ためですよ。ダメですあ、ためダメ言えない、ためです。ためですよ。いや、ためです。同級生みたいな感じになっちゃいますけど、ね、ダメだって言ったら、くまモンにダメだって言ったらあの、くまモンが今日はやっぱりね、くまモンのステージですから、誕生祭ですから。ただやっぱり今日はくまモン、やっぱり最後はなんかこう一緒にステージ盛り上げたいということなんですよね。お、じゃあせっかくなんで、ちょっとくまモンを支えてるお姉さん方、はいはい、ちょっと登場していただきましょうかね。くまモン隊の